チャーリー・アッペイはアメリカ合衆国のネブラスカ州出身のプロ野球選手、左投げ左だ。1888年、アッペイはネブラスカ州のビーアトリスに席を置く独立リーグのチームでプロ野球のキャリアをスタートさせた。その後、1892年までは独立リーグやマイナーリーグのチームを渡り歩く下積み生活を送った。1893年、 アッペイはワシントンセネタースに入団。同年8月16日にメジャー初出場を果たす。この日の試合出場により、アッペイは史上初のネブラスカ州出身のメジャーリーガーとなった。この年、シーズンでは31試合に出場した。翌1894年、アッペイは外野手のレギュラーの座をつかみ、129試合に出場。 チームトップの164アンダーを放ち、打率314、101打点、31盗塁を記録する大活躍を見せた。続く1895年も、レギュラーとして133試合に出場し、打率275、84打点、28盗塁を記録。またワイヤシュとして、ナショナルリーグ1位の34補殺を記録したが、 1896年には、レギュラーの座を明け渡し、79試合出場にとどまった。またこの年には、投手としても1試合に出場。しかし2回で6アンダーを浴び、3失点という結果に終わっている。再起を起死1897年は、チーム内で、レギュラークラスの位置づけにはあったものの、80試合出場で打率、260と1時のような数字は残せなかった。 この年はマイナーリーグでもプレーしたが結局8月19日が自身のメジャーリーグでの最後の試合となった。メジャーでは前述の通り1896年にピッチャーを1試合務めた以外はすべて外野手として試合に出場した。1926年カリフォルニア州サンフランシスコにおいて59歳で死亡。後に 故郷のフォールスシティに埋葬された。ありがとうございます。